はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますもう私全然気づけてなくてねもう見つけた時に自分をポカッとやりたくなりましたけれども <laughs> あの気が付いたら2023年10月17日に高校サッカーの公式の YouTube チャンネルに上がっておりました「情報解禁 b ファーストグロリアスト。 第回全国高校サッカー選手権大会応援歌というこんな動画が上がってるではありませんか皆さん全然気づいておりませんで、ね、さっきね YouTube をパッと見た時になんかえグローリアスって何だと思って見てみたらこんなことになっておりました、えー、BE:FIRST はちょっと概要欄ね「蒼太俊斗真菜と竜兵ジュノン漁旗レオによる」 歌、ダンスラップの全てに高いクオリティとポテンシャルを持ち合わせ作詞作曲これをグラフにわたって発揮される音楽的感度の高さ7者7用の個性を持った華やかさが魅力の7人組ダンスボーカルグループですと、はい、今回プロデューサースカイハイさんのもと作曲に真ト君と王サッカー経験者ジュノン君作詞にレオ君が参加した、えー、す S5。 高校サッカーに全てをかける高校生たちに向けて足跡の数を誇ろうとその努力を称え勝者に対しても敗者に対してもリスペ,なかったリスペクトを捧げたバラード「グロリアス」を制作していただきましたえー、すごいね作詞リリックがレオ君とスカイハイさんそしてミュージックが歌さんマナトく君ジュノン君ん、スカイハイさんえー、すごいね いよいよ作る側のデビューもどんどんしてくるようになりましたけれどもで今そのね先ほど言った動画の最初の3分ぐらいは皆さんそれぞれメンバーがねそのコメントを高校生たちで出してるんですけれども後半今3分04秒のところで止まってますけどこのあと後半でちょこっとだけグロリアスがどうやら流れるようなのでおっと流れそうだということで今そこで一時停止をしております。 ここから今全く事前情報ない状態で初めて聞かせていただきたいと思うんですけどそれでは早速行ってみましょうまだ多分フルではもちろんねないと思いますけど BE:FIRST の全国高校サッカー選手権大会応援歌に今回ね採用されておりますグロリアスという楽曲をちょこっと聴いてみましょう、えー、3分04秒のところからいきます再生ポン竜平君が喋ってるうん たくさんいいて欲しいです、とリュ「一緒に頑張りましょう」と龍く君言ってそして「b ー,ーファーストってロゴが出て「<ー>だピアノ伴奏」みんなのレコーディングしてる映像がおのおの流れで「チャン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 ン」「これ以いなかったレオくいい響き」「精一杯だったんだああいいね低音。 泥まみれの昨日の僕らと。さあ、俊徳く何万回泣いて声の響きいいね。その涙を抱いて、君と見てた夢があった。低い音も切れてる。さあ、両曲かさぶたになってた。不安や失敗にも柔らかい。 くん僕らならさムを張れるよ。無格好なフォームで走る君となんかもう余裕そうだよおうおうおうかっこいい。この明日をつなごうさあ16。ジク夢は僕らを照らしでかっこいい。いつか共に輝くその日を待ってる。うん あと少しが遠くても足跡の数を頃むずかしいけど世は奇跡と呼ばれよじゃなくさあソーダ君神様も当たり前の生き方もマナダヘイ僕らには値上げはないだろうほら夢が呼ぶフィードウェイかっこいいメロディー呼あと少しが遠くてもじゃあなく足跡の数を頃 レオ君奇跡と呼ばれるまで <laughs> <laughs> まあほんのワンコーラス2分弱ぐらいですけどあのー、まあ今までね BE:FIRST っていろんな難しい楽曲、まあ、リズムであったりメロディーもそれでも最近のメインストリームなんかね もうなんかメロディーなのかどうかもちょっとわかんないぐらいのリズムの中でね何ていうかな遊ぶというかかっこよさ全開できてましたけどここで急にというかダララララララ、まあ、難しいですけどどちらかって言ったらこうねメロディーが比較的、まあうん、今までの楽曲に比べたら取りやすいというかメロディーがこう綺麗な旋律動きを描いていて。で 7人それぞれは音域もすごく広いしねもっと低い音高い音いっぱい出ると思うんですけど歌ってるその音の幅もねそこまですっごい高いとか、まあ、裏声ありますけどすっごい高いとかリズムもすっごい難しいみたいなのがあんまりないのでなんかよりその7人それぞれの歌声の根本がこう垣間見れるというかだから歌い始めのレオ君のあの優しい響きであったりとかその後マナト君がねその なんか本当に軽く歌ってる感じですけどでもねなんかこう鳴ってる声の響きの良さが俊斗くんと,君とかもそうだねあっと鳴らしに行った時に喉の奥の方でちょっとだけこうね、えー、かすれてるの音が入るあの繊細な声の響きみたいなものがメロディーとかリズムがそこまで忙しくないからこそそれぞれのその声の響きがすごくしっかりと聞こえてきて。 なんていうのかなうん,なんまあだからこれねあの後ろ側のこう伴奏もすごく、まあ、全体的に b ーファーストの曲そうですけど音数が少なくて多分これね今映像としても見てますけど CD 音源とかになっててこうやって聞くと息継ぎの「っていう音とか。 本当にそのさっき入ると時の「あ」っていう春徳の声のことも言いましたけど切り際の「あ」本当に最後消えて完全に音がなくなるまでの細かい息の使い方とかね声のこう途切れ具合みたいなものもすごく繊細に聞こえるような楽曲になってると思うのでなんかね「早く来る」でドカンと全部じっくり聴きたいなと思いますけどうん。 いろんなことがテクニック的にもリズム的にも、まあ、ラップっぽいのもものもできるみんながまあわかんないですけどね私は聞いた感じあえて淡々と音域もメロディーも歌った時に出るそれぞれの歌声の本質をじっくり聞くにはこの「グロリアスがかなりいいんじゃないかなと思わせてくれるような。 それぞれの声の本質がじっくり改めて聴ける楽曲としてもうよだれだらだら楽曲だと思いますこれは。えー、いやだからきっとねまあそこまでど,どうかわかんないですけど私が今聴いてる感じは高校生のサッカーの大会の応援歌だからもしかするとみんなでちょっと一緒にこう歌ってもらいたいというかね口ずさんでもらいたいというようなところから できるだけみんなもこう歌いややすすくく覚えやすくで歌詞ののっけ方もやりやすいえ曲というのをね意識して作られてるんじゃないかなみたいなだからあんまり声が高すぎて出ないとみんなもさ一緒に歌いたくても歌えないね特に男性のやっぱサッカーねやってる選手が多いからとなった時にあんまり高音はやめようあんまり難しい言葉ののっけ方やめようリズムはやめようっていうので。 シンプルになっているのかなというふうに思いますけど。だからこそ、伝わってくる良さみたいなのもきっとありますからね。いや、本当に、まあ、いろんなジャンルの曲ができるなと、それに合わせて、まあ、ダンスもいろんなことができるんですけど。そんなビーファーストが。ちょっと。なんですかね。まあ、力を抜いてじゃないですけど。楽に。でも、みんなに。 メッセージをしっかり届けるように歌ってみるとこういう歌声になりますというのが多分フルで聞くとより凝縮されてるんだと思いますのでちょっとまあねそれがどういうふうに発売されるかね私はまだ今わからないですけどでもその日を待つまではねこの映像を何回も何回も聴かせていただきながらそれぞれの息遣いであったりとか声の切り方繊細な表現の仕方みたいなのを、えー ちょっとじっくりね、味わいたいなと思うような、素晴らしい楽曲の映像でございました。はい、ということで、えー、私がさっきね、ふと見つけてしまったので、急遽撮らせていただきました、Be First の新曲グロリアスワンコーラス部分だけでしたけれども、聴、えー、かせていただいて思うままにお話をさせていただきました。皆さん、今回も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。